いません、ご面倒おかけしましたすいません、もうちょっとさんの声にして、いや、慣れないことはもうインスタライブじゃないなかなかインスタライブをしないもので、これだとコメントできるのかな、すいません、コメントも拾っていけたらと思うので知り合いもいっぱい見てくれてる無事に引っ越しました、ありがとうございます。あ、お引っ越し完了しましたか。 1.4 万人すごいね、この時間にコメントできないっていう、そのコメントに気づけなくて、うん、そうね、2人ともフォローしてないとコメントできないっぽいですけど、これで大丈夫かな。すいませんでした、すいませんでした。どこまで話してましたっけ。え、うん、ね、そうくん入ってないよ、ちゃんと入って、はい、うん、どこまで話してたっけ。忘れたな、うん、もう一回仕切り直しや、今日は今日いや初めて見る人もおるかもしれない、多分みんな引っ越してきた人よこれこれをいただきました、子育てのペアレンティング賞という賞をいただいたので、もう本当に多分10年に一度のインスタコラボライブ、10年に一度やなこれは、うん、もうないね、もうないな、そうよ、恥ずかしいじゃん、だって恥ずかしいわね、野球以外の話をするなんて、うん、これコメントできるんかな。でも全然コメントがさ来ないんだよ、フォローしましたっていうの、あ、これじゃない、ここほら押していい、これ、うん、あ、じゃあじゃあこれはリクエスト、これを見たら、あ、じゃあじゃあ、うん、この誰か教えてくださいませ、これって今コメントできてるの。いや、コメントがね来てないのよ、私のところに。フォローしましたばっかりで、コメントコメントが見えない。さっきでもなんかどっかの画面でさ、うん、あ、これは質問、質問か、どこ押した今、ここはてな、うん、え、なんでコメント見れんのやろね、間違えた、普通出るよな、あ、これ下に出た、まあちょっとコメントがここで表示できないのですが、もし分かる人がいら、でもそれが見れるのよ、それが見れる、教えてくれてもいい、よし、分かった、コメントの見方、出し方は、うん、俺の DM に送ってもらおう。そんなことせんでも絶対分かるよ、どうやったらできる、コメントめっちゃ流れてるらしいよなんで見れんのやろ、なんで、もうなんでこんなグダグダしてるの、あ、あ、来た来た、じゃあそうくんので参加しよう、これでコメントだけ見るわ、いや、なぜかあの私の方には出なくなっちゃってて、すいません、もう本当に、じゃあこっちで見ながら、うん、コメントを見ながらこっちで、うん、すいません、もう本当に頭の回転が悪くてお酒飲んでるんで、飲んでなくても、スマホでこのインスタライブを見ればいい、そうです、そうです、その通り、そうよ、なんで早く思いつかんかったん、ほんとすいません、私たち素人丸出しでした、ごめんなさい、グダグダで仕切り直しましょう切り替えていこう、切り替えの鬼、切り替えていく、あ、これ、うん、はい、今日は何回も言うけど、うん、子育てのお話だね、なんかだからちょっと質問返しとか見てく、うん、そうね、うん、今日はペアレンティングアワードという賞をいただいて、うん、表彰式に行ってきて、夫婦で初めてお仕事をしてきました、うん、多分結構ほとんどの人がさ絶対さ見てるよっていうので、うん、インスタライブも今日はうん、ちょっとやっちゃおうかっていうことで、そうですね、はい、うん、遠征中育児で気を配っていることはありますかとコメントをいただいています、うん、遠征中
遠征中は、うん、あの僕は直接的に家にいていろいろできないんで、まあ妻の方から今日はこういう息子がこういうことが新たにできたよとか、こういうものを食べたよとか、うん、何時に寝たよとか、なんか寝るまでこれぐらい今日は時間かかったよとか、うんうん、なんかそんな結構情報をしっかりこう共有してもらって、そうだ、ね、僕が遠征から帰った時にスムーズにというか、うん、1週間ぶりに帰っても、あ、なんて言うんだろうな、うん、スムーズにこうまた僕も育児をあまり差が ないようにね、お互い夫婦間で差が出ないような情報を共有できるようにコミュニケーションは取ってますかね。そうだね、うん、なんかでも今日もさ式で言ってくれたけどさ、うん、その、まあ、息子を出産する前から私の一番の不安としては、まあ仲がいいというか、その2人だったらまあスムーズにいくことも、子供が生まれたことで、まあ、会話の量が減ったりとか、うん、こう子供のことは話すけど2人のことってあんまり話さないよねってなるとか、うん、なんかそういうのを聞いたこともあるし、うん、なんか漠然とした不安があったの、うん、聞いてる？聞いてるよ。コメント見てるの、うん、そう、漠然とした不安があったんだけど、うん、でもそれをなんか放置するのが嫌で、ちゃんとこう話したよね。今不安に思ってるじゃないけど、もし出産して、うん、こういう今仲いいのになんか悪くなっちゃったら嫌だから、うん、こういう風にしていきたいみたいな、うん、その時の一つに今日あったコメントで、あの、なんだっけ、その帰ってきて息子、うん、ただいま息子どうだったっていうよりは、息子はもう私がしっかりいない時に見てるから、うん、その息子を見てるミサどうだったじゃないけど大丈夫っていう風に言ってくれたら嬉しいなっていう話をしたら、多分それをすごい覚えてくれててね、うん、やっぱ基本一人でこう、やっぱ映ってないよ、映ってないよね、一、うん、人で育児する時間がやっぱ増えちゃうし、夜も帰るの遅いし、うんうん、デーゲームだとやっぱ朝早いし、うん、とかでやっぱそういう遠征もあるし、うん、そういうところで、うん、帰ってやっぱね、息子の方にこうすぐまず行くっていうよりかは、先にやっぱ妻の方に今日もありがとうっていう、いつも言ってくれるもんな、うん、今日も一日ありがとうって言って、どんな日だったみたいな話をまずするかな、うん、だからなんかトライアングルみたいな感じよね、そうくん、息子、私でこう矢印が、私が息子を見てるから、そうくんは私を見てね、うん、みたいな感じで、そうね、そうね、でもそのおかげで結構なんか、なんやろ、やっぱ女性って、これなんか女性の方でもし お母さん、あのお子さんがいらっしゃる方がいたら共感してくれるかもしれないんですけど、やっぱ女性って共感してほしいじゃないですか、うん、なんか具体的な解決案を言われるより、あ、そうだったんだ、今日こういうことがあって辛かったねとか言ってほしいって常日頃言うじゃない、うんうん、女性ってさ、そういう生き物なのよみたいな、結構言うよね、コンコンと結構聞いてほしいっていうかさ、そう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 、だからその男性はでも解決をしてあげたくなるって、うん、答えを本で読んだの、答えを出したくなるってことでしょ、そう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 、どうやったら君のその悩みを解決してあげられるかっていう考えるのが男性の愛みたいな、うんうん、でそれも嬉しいけど、そのワンクッション前に聞いてくれる、まず聞いて、ね、うん、そのそっかって、大変やったねとか、うん、そんなことがあったんだねって言ってくれたら、うん、そうなのみたいななんか悩みはなんかよく、どうでもよくなっちゃったじゃないけど、うん、なんかそういうのがなんか嬉しいですよね。だからそれをお伝えしてるんです。そういう風に言ってくれたら、あの、助かるなっていう風に、うん、でそれを実践していただいてるんで、もう本当感謝しかないです、うん、そうね、そのおかげでなんかご機嫌でいれると思う、なんかやっぱり、うん、でもマジで、その僕はマジで何ですか、
ずっと昔からやってきた野球を、うん、今仕事で、うん、仕事になってそれがでこう、まあ、基本的に同じスケジュールでさ、うん、動いてるわけやん1年間、うん、予定も決まっててさどこで試合があるとか何時からとか、ね、でも育児ってさじゃあ1月に出産してさ、うん、そっから今10ヶ月になってさそうねママ10ヶ月目やろでパパ10ヶ月おめでとうパパ10ヶ月ありがとうございますで、うん、毎日何があるか分かんない状況でそうね子供に何があるか分からんし、うんまあ、24時間休みなしだからねママは、まあ、パパもだけど親になったらなんかそこがやっぱ全然多分めっちゃ大変やなっていうかさきついし、うん、やっぱ何より守らんといけんわけやんかそうよ何があっても息しちょんかなってもうさ2ヶ月ぐらいまでは、うん、息してるよなみたいなだってこうやって当てよったやんこうやって、うん、あなたの息はかかってるけどさとかやりよったよな息ちゃん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 いや本当そうよ本当に休みがないからさ24時間そういうのを考えたら全然なんか、うん、めっちゃ大変ってかな、うん、いやでもそれもさ分かってくれてるだけでやっぱこっちはさなんかほら私はこんだけ大変なのにとかそのないやん、うん、ならないやそういう風にいてくれてるからならない、うん、なんかやっぱりそういう風に思ってくれないとなんかさやっぱり女性ってさキャリアが一回止まったりするわけやん、うん、そのリカさん、うん、お嬉しいそのやっぱり出産して自分のお仕事も一回止まるし体の変化もあるし産後も体きついしいろんなことにこうついていけないけど子供はこう成長していくし、うん、見てないといけないしってもうわーって なるんだけどなんかいいよねあなたは好きなことできて私はなんかこんななのにっていう風にまあなちょっとなったりもしたけどそれは産後の一時的なさまあでも結局男の人はさ、うん、今まで通りの日々っていうか仕事に関してはさキャリアも止まらんしさ、うん、今まで通りでも女性はやっぱね一回今言ったけど本当一回キャリアが止まるしさキャリアもだし、ね、変わりゆく体に、うん、もう私二度と今の体に戻れない気がするっていう怖さとか、うんまあ、出産も命がけだしね、うん、でもそういうのを一緒に勉強してくれたじゃん、まあ、いっぱい話してくれたげんなこの YouTube 見ててとかさ、うん、OK みたいななんか、うん、勉強先にしてで映ってないよ大丈夫、はいはいはいうん、勉強してからのね、うん、やったから事前にこういろいろね教えてくれてたから、うん、いや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 妊娠中からさ、うん、この YouTube 見ててほしいとかそうね産後も多分こうなると思うんです産後こういうホルモンがこうなって精神状態がこうなるとか、うん、そういう YouTube さこれ見ててみたいな事前に、うん、いや俺も事前にさあのトイレの時とかでいいね見ててとか言ってたねトイレしながら見たりさしてたんやそう空き時間で、うん、いやそういう予習みたいなそう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 あこうなるんやみたいなこうなるかもしれないんやってね心の準備しちゃったけん、うん、全然いけたよなもう本当にちゃんと映ってあげて、もう半分になっちゃうはいはいはい、うん、ここから動かさないで動かしちゃいけんのじゃじゃ手を動かしたらどん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 こうなるから、うん、みんなねそうくんの顔が見たいんだからうんここで行こうそ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 うちょっとここら辺あここがいいここ、うん、動かさないでね OK、うん、そう YouTube 見せるのナイスって来てるそうそうそうなんか今いろいろさこう育児の発信をしてるねありがたい情報とかもあるので、うん、そういうのを妊娠中からあの私もこういう風になるかもしれないちゃんと固定してて何何どんどんフェードアウトするの OKOKOK ここねそう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 ねだからそういう風にやっぱ伝える伝えてやっぱ理解してくれるって信じてやっぱ伝えるうんだって2人の子供だもんそうやなうん待ちに待ったそう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 だからなんかこうコメントとかも見ようか YouTube いいみたいなマジで YouTube、うん、いいっすよそうそうそう見やすいし、うん
マジでいい。やっぱその情報収集とかもさ、やっぱ奥さんの方がやっぱ自分事だからさ、私の体どうなっちゃうんだろうとか、10ヶ月、ね、出産どうしようだ。なんかさ、妊娠9ヶ月で大泣きしたの覚えてる？怖くなって出産が急に、ね、うん、それまでなんか、うん、なんかまあ、つわりがバーってあって、つわり終わって、終わってルンルンになって、一回そのさ、ハッピー期来たじゃん。ハッピー期来た。そこでバーって食べたじゃん。食べた。でなんかふーってなってる時にある日突然出産が怖くなって、うん、もうなんか私産めないかもしれないみたいな、うわーみたいになったよね。なったな。そう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 、なんかそういう時もあのちゃんともう一回動画とか見て、ヒーヒーフーとかさ練習したり、こう呼吸法を勉強したりとかを、まあシェアだよね。そうやな。そうね、うん、臨月の時にさ、うん、こういうストレッチをするといいとかさあのスクワットもだから私がこう頑張ってやってんだけどちょっとフォーム違う、ちょっと違うとか言ってさフォームの修正とかしてくれたよね。したした。うん、もうちょっと膝こっちで、お尻をもうちょっとこうで、みたいな、うんうんうん。背筋伸ばして、とか言って。そうですよ。もう現役のアスリートからそんな直接ご指導いただくなんて、おかげさまで。やってたね。うん。まあそうやってなんかシェアすることは大事かもね。なんか一人で抱え込まないで、私の体と心今こんな感じなんですけど。うん。みたいな。それでも言ってくれてなかったらわからんや。うん。言ってくれちゃったけん、わかる。うんまあね、こっちとしては。察して、察してはダメだからね。察せないもん。察せないです、男性は。うん。察せないので。察せないし、察さなくていいよ、そこはさ。うん、伝えればいいんだから、こっちから。今、私こんな感じだよって。うん。うん、全部言ってくれてる。言ってくれたからね。でも大事なのはさ、それを言って、やっぱそれを実践してくれてることに、ちゃんとやっぱありがとうっていうのを言葉とか態度で伝えることは大事かもしれない。ね、確かに。あ、見たよって言われたら、なんか、ありがとう3回言うじゃん。うんうんうん。っていう、決めてるじゃん、なんか。だからこの YouTube 見てほしいな、勉強してほしいな、赤ちゃんのこと。うん。あ、わかったって言ってくれた時に、まず、ありがとう。うん、で、見てくれた、見たよって言われて、あ、見てくれてありがとう。うん。うん。だね。うん。で終わった後に、そういえばさ、あの時ああいう風にしてくれてありがとう、めっちゃ助かったみたいなね、いっぱい言ってくれるね。うん、そうそうそう。ちょっとコメントをさ、リカさんが何回か、うんうん、あ、リカさんが可愛い夫婦って書いてくれてるリカさん、ありがとうございます。石川リカ先輩が、うん、コロナで立ち会いができなかったのですけど、立ち会いについてはどう思いますか？うん、そうね、僕らの場合はあの立ち会えた、ね、立ち会えたんですけど、うん、ワクチン接種の回数何回以上っていうのと、うん、その立ち会い当日の、まあなんかそれはさ、うん、詳しいのもほら、ね、いろいろあね、サインによってね、うん、今また時期がね違ったり、先月まで良かったのに今週からダメだとかもいろいろあったからさ。で私たちの時はたまたま立ち会えたもんね、うん、条件が満たされていれば立ち会えたっていうところで、まあ、最後の最後にね、俺は絶対立ち会った方がいいと思った。立ち会ったからこそ、うん、怖くなかった？それこそほら男性ってほら出血とかさ、そういうのが苦手だとか言う人もいるじゃない、うん、いやでもマジでなんかこんな思いで、うん、こんなここまでの大変な思いで子供って生まれてくるんや、うん、こんな思いで産んでくれるんやっていうのは、うん、あのもう立ち会って、うんうん、出てきた瞬間めっちゃなんか涙勝手にめっちゃ出てたし、うん、なんかまあ家族用で記念で、うん、あの産院の方に許可もいただいて、あの動画をね、回してね、うん、
あの思い出として撮ってるんですけど、見返したらさ、すごい泣いててさ、大号泣私も泣いてて、私もなんかやっぱいろいろちょっとな大変だったんだよね、出産が、ね、なかなか出てこなくて、うん、帝王切開になるかならないかとか、うん、まあその終わった後もちょっとあの体調悪くなっちゃったりとかして大変だったんですけど、うん、だから落ち着いて見返したら、みたいな、ちょっとごめん笑ったらなんだけど、本当に泣いすごい泣いてたので、うん、あーなんかね、よかったなと思って。マジでよかったよね、あれ、うん、立ち会ってくれて本当。だからこそおすすめですか。絶対立ち会えるなら、うん、立ち会った方がいいと思うな、やっぱり、うん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 、なんか、うん、感謝とかのレベルを超えて、うん、なんていうんやろ、もう分からん、感謝やろな。でもでもずっと言ってくれるやん、産んでくれてありがとう、産んでくれてありがとうって。衝撃的、ここ、うん、なんか叶わないとか言ってくれたよ、もう一生叶わないとか言ってくれたよ ね、うん、ね、ほら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 、自分のさ顔が半分になってるよ、はいはい、俺は半分でいいよ別に。ダメよ、そうくんの顔が見たいんだよ、みんな。だってこれいいよ、こうなってもいいんで。なんでいい、ダメダメダメ、よくないよ、これがいいね、二人でやってるんだから。そうな、そうよ、もう持とっか。ちょっと待って、いや待って、腕が長いから持ってくれてるでしょ。分かった分かった、明日左腕パンパンやな。え、ダメダメ、それは悪いわ、私の腕の方がいいわ、パンパンだったわ。足にのしとこう、これでいい。あれ買おう、あの持つやつ、うん、これでいこう。うん、我が家も立ち会いでしたって、みんなやっぱりマジで立ち会いは本当に感動するよな。うんうん、なんかできるんだったら、まあそのできた方がいいよね。うん、アイコンね。おー、オッケー。ずっと持ってるんです、あのスマホスタンド買いましょうね。うん、はい、そうですよそうね、スタンドはないんですよ今、充電ないからね。今コメントを読んでます、うん、そう、結構ね早くてね、コメントが、うん、言葉にするの大事ですよね。喧嘩しなさそう、自分のことを伝えること怖くなったりしませんか。しませんね、それは。だって一緒に生きていくパートナーなので、一生一緒に、なので一番こう自分が思ってることとか本音で伝え合えないと本当に一緒にいる意味がないなって本当思ってるので、私は、まあ、言い方とか言うタイミングとか言葉のチョイスとかもちろん考えますけど、基本的に言えないことはお互いないなという感じで話してますね。うん、コミュニケーションはよく取ってるね。撮ってるね。こちらは。本当だね。スタンド買うって言ったらさ、次回する気満々じゃん。もうないよ、ないない。今日はペアレンティングアワードの日ですから。一人でやるときにもあれやん、使えるやん。うん、そうですね、そうですね、息子さんはすやすやです。そう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 、何でも話せるパートナー素敵。そうね、なんか私がさ思うんだ、思う、語っていい？いいよいいの？なんかさよく話すじゃん、そのオチがない話が大事みたいな。違いない話、あの話しようよ、あのほら、そのもともとあまり自分のことをこう話してくれるタイプではなかったんですね。そうやな、一緒にそれこそ結婚してからこう私が思ってること話してとか言うと、うーんみたいな、なんか自分の中で解決というか別に話さんでもいいこと、うん、いや頭がいいからさ、なんかあったよね、うん、解決するんじゃん自分で、うん、あこうだな、こういうことがあったけど、あでもこうすればいいんだ、うん、
終わりみたいなので、うん、こう共有シェアしない人だったんですよ、うん、そうね。そこがちょっと気になってというか、なんかそういうのが私はでも欲しいかもっていう話をして、うん、でも何を話せばいいか分かんなかったんだよね、うん、そうね。何話したらいい分からんかったな、うん、自己解決型やった、うん、そう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 、自己解決型共有型でも私はその多分共有することで愛を感じるというか、あ、なんかこう絆っていうか信頼が築けていくなっていう話とかもしたっけ。そうで、なんかそれから練習みたいな感じでどんどんなんかその日あったこととかなんか思ったこととかを話すようにし始めて、ご飯食べながらとか、そう、今日こんなことあったとか、質問してたよね、うん、面接官みたいな。そう、今日どうだった、うん、今日はどんな日だったみたいな、そうやなみたいな、あ、うん、今日誰々とこんな話したなとか、うんうん、今日こんなことあったなとか、うんうん、うん、それが聞きたい、ありがとうっていう、そっから、あ、え、こんな話でいいみたいな感じだったよね。 そういう話が聞きたい。そのそうくんの何も頑張らなくていい、かっこつけなくていい、あの他の人には話さないようなレベルの話が聞きたいって言ったら、うん、あーみたいな感じだったね。それでいいやみたいな、うんうんうん、オッケーみたいな、ね、そっからというものの帰ってきてただいま今日なみたいな逆に喋りすぎみたいなで私がうんうんってそれが聞きたい、そういう話、そうくんのそういうところが知りたいよってずっと言って、うん、そうやな、うんうん、そっからはもうなんか今日がこれがこうでああでこうでみたいな、うんうん、そうなんやっつって、でもでっていう話だな。そう、そう、別に他の人から聞いたらそれでっていう話がでも私は大事だと思う、そうで、なんか自分の持論があって、そういう話が当たり前にできたらやっぱり会話に困らないというのも、会話がさ当たり前の二人になるじゃん。うん、そう、オチがない話が大事、オチがない話が大事、うん、聞きたい、そういう話が聞きたいんですよね、うん、あなたの。そこから、あ、この人ってこういう風に感じるんだとか、あ、こういう時にこう思うんだとか、なんか情報収集ね、うん、そのお互いの取説の。でもそれでそれができるようになって、うん、自分の気持ちとか思ってることとかを口にできるようになったかな、うんうんうん、そっから。そう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 、それまではできんかったけど、うん、そっからやな、うんうん、徐々に自分のことをどんどんなんか話すようになって、そう、もう話の肌下げて OK なのね、なのよねって、うん、そう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 、そういうなんかカッコつけなくていい話が聞きたいんだよねっていうね、うん、もうそっから本当にいっぱい話してくれるようになったし、あ、それを話せばいいんだって分かってくれて、うん、会話も増えて、そうやな、うん、くだらない話なのよ本当に、くだらないなみたいな、くだらんな、くだらんな、まあそれでいいんじゃない、うん、そういう話が一番大事、うん、うん、あとはあのさ、うん、パーキングエリアのあの話、あれは、あれ違う、うん、わかりました、あれは今運転してるからみたいな話でさ、うん、そうやな、ん、まだ大丈夫じゃない、もうちょっと、みさちゃんの考え方に素直に合わせられる源田さん素敵って言われてるよ。ありがとうございます。本当素敵だと思う。そうそうなんですよ。考え方に合わせてるって感じでもない。いやなんか今日もさすごいインタビューで、ね、次私はどんどん。はいはいはい。違うじゃん。ここでいいの、ここでいいよ。オッケーオッケーオッケー。変わろうか。いいよいいよ。大丈夫？うん。そう。
源田さんの考えにミサさんが合わせたことはありますか？源田さんの考えにミサさんが合わせたこと、うん、あるよね。でも全然、うん、別にあるな。なんかどっちかといったら夫婦間とか子育てとかはやっぱ私が提案したりとか交渉っていうかこういうのどう思うとか持ってくるよね、うん、ほんといろんなとこから持ってきて、うん、こういうのだってピーチクパーチク言うよね、うん、でふんふんふんみたいな、うん、聞いてどう思う、うん、みたいな。それはどうなんとか、うんうん、あそれいいなみたいな。そうそんな感じやな。もう私は小鳥のようにいろんなところからピーチクパーチクそうかそうかそうか、こんなことあるよみたいな感じじゃない？イメージ、うん、いっぱいねお話ししてくれるからね。いろんな情報持ってくるでしょ、うん、俺じゃ集めれない子育て情報とか。だからその夫の考えに合わせることももちろんありますよ。その持ってきた情報の中で取捨選択、そう、ああそうくんはそう思うんやなって、うん、じゃあこっちにしようとかはあるね、うん、そんな感じやな、うん、夫婦で野球話しますか？めっちゃしますよ。めっちゃしますよ。めっちゃします。結構ね深いとこまで話をしますよ。マジで今日も話したね。話したね。やっぱねシーズン中苦しい時が何回もやっぱやってくるんですけど、うん、基本的には普段は家に持ち帰らないというか、うん、切り替えて家帰ってもうまあちょっと別物って感じなんですけど、うん、やっぱねそうもできない時が何回もシーズンやってたらあって、うんうん、そういう時はどんだけ遅い時間になっても深夜になってもずっと話を聞いてもらってますね。話を聞いてもらって、うん、うんうんってずっと聞いてくれて、まあやっぱなんか的確なアドバイスくれて背中を押してくれて、いや技術のことは分からん、うん、明日またこう次の日によし頑張ろう行ってくるみたいな。え、でもあれなんであのなあの何球目フランやったんとか聞くよな。マジでマニアック。あのバントはさそう、あっち側にバントしたのはさ指示が出てたんみたいな。そうそう、あれは自分で判断したセサモとかなんか監督から指示があったとかさ、うん、マニアックやな。マニアックなこと聞いてますね。私も父と兄と弟がみんな野球をしていたので、あのゲッツーはトスじゃなくて投げたんやなみたいな。なんで？おんみたいな。おん投げた。あれ逆シングルでいた方が良かったとか聞くやな、うん、いやあそこはまあ逆進でもよかったけどなみたいな、うん、そうそう。なんかでもそれをさ聞かれたくない人とか共有したくない方と多分話したい人って多分分かれるんじゃないかなって、し分からんけど多分あると思うけど、うん、割と話したいじゃん。いや、うん、野球の話めっちゃ好き。うんうんうん、めっちゃ好き。してほしいって感じ、うん、私ができたら嬉しいって感じ、ね、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。だからまあうん嬉しいんだろうなって思うからやっぱこっちもさ言うよね。う、うん、でもあんまりそのなんか私が気をつけていることというか気にかけてるのはまああんまりじゃいい時ばかりじゃないしね、あんまりこう、うん、あー今日多分落ち込んで帰ってくるかなっていう時とかはふんふんふんって感じでなんかふんふんって感じで料理してなんかさ、うん、触れないね。うん、そうやな。気づいてる？気づいてるよ。あちょっと気使わしてんなみたいな、うん、明日頑張らんたなみたいな。でもさお互いから元気のから元気の時とかない？なんかお疲れとか言ったらそうくんもさただいまーただいまはいだいぶ落ち込んでんなみたいな。さんざんな日に家帰って、うん、ガチャただいまそうそうそう、あこれちょっと様子おかしいぞってなる。あおかしいぞから元気出てるぞカラッカラやなみたいな。あるな、うん、なんか顔と声を見て、うん、あ今日は話すのかしらとかそういう時は大体、うんうん、野球の話になるよね。なるなる、ああ、うん、そう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 、ああ
メンタル面ではね、うん、めっちゃ聞いてもらってんな話。なんかメンタルコーチって言ってくれたよな。そうやな、メンタルコーチ、メンタルコーチって言ってくれるの。専属コーチですよ。いやいやいや。どうなんかな、できちゃうか分からんけどな。マジで助けられまくってるな、うん、いやそういったね、もう技術の面とかはもう何にも分かんないし、私の入る余地ないしさ。いやでも意外とっていうかさ、めちゃくちゃさ、そうやん、今日打席ちょっと離れたとかさ、そう気づくやん。え、今日さなんでバット長く持ってたのとかさ気づくやな、うん、そう、まあ気づいたらお目が高いみたいなこと言うよね。え、すごいみたいな。そうそうそう、ちょっと打席ベースから離れたりした日に、うん、今日ちょっといつもより打席離れて立ってたみたいな。そう、あれはなんでなのとか言ってね、やばいやばいやばいみたいな。え、嫌とかじゃなくて、うん、すごみたいな、すごみたいな。でそっからまた野球の話になるな。そう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 、最近こうでみたいな、で誰々さんのバット使ったらこうなったとか、あれの誰々さんのホームラン俺のバットとか、なんかさ、そうそうそう、面白いとか思って、大好きそういう話と思って。あ、だからそういうね、それを共有することでなんか楽しいとか頑張れるんだったらいっぱい話してほしいなって思ってます。うん、いいね。うん、私も逆シングルで撮れるからね。いける、見た、昔の番組の見たじゃん。見たね、 YouTube 企画でね、なんかうまかったね。そう、いつも張り合ってる。私がもし男性だったら結構絶対ね、いい勝負するでしょ、いい勝負するぞとか言って言ってる。冗談でですけど、運動神経いいもんな。悪くはないですよ。うん、ずっとリレー選手でしたから。俺もずっとリレーでやったよ。やろうな。やろうな、足速いじゃん、だって。夫婦で逆シングルできるのか。できますよ。公式はできんけど。公式一回な、うん、顔当てて泣いたよな。本当に本当痛かった、ここな。泣かせたな。なんかそのキャッチボールしてて、公式ボールでキャッチボールしたんですよね。いや、しかもそれは止めたよね、やめた方がいいよって、うん、絶対やめた方がいいって言った。柔らかいのにしようって言ったのに、いや公式でいい、公式がいい、できる、うん、ってなって、やりたい、オッケー、じゃあ公式でやろうってなって、最初はちゃんとできてたんよね。そうだよ、普通にキャッチボールできてて。そうよ、できてたの。ちゃんと取れるし投げれてて、うん、何回かやったよ、ずっと。でもちょっと僕がいらんこと言って、いやもっとこうやって取った方がいいよみたいな。いやなんかグローブの角度とかを、そうくんがさ指出してるやん、こうグローブのなんか、うん、じゃあこう取るのとこう取るのさ、そうそう、教えたんじゃん。私はこう取ってたの、ちゃんと下から当たらないように。でもこう取った方がなんか、うん、基本こうやって取るもんだよみたいな言って、うんうん、分かったって言ってこうやって取ろうとしたら、ガーッだって、もう泣いたね、泣いたね。しかもめっちゃ怒った。だってそれまで取れちゃったのに、そうくんがいらんこと言うけん、頭に当たったやんとか言ってな。あ、はおもろかったな。でこの世の終わり、あの何あれが待ったもん、あのひよこ、ハト、ハトは回らん、ハトは回らんな。バレるぞそれは、ハトとか言ったら。ひよこがこう回ってさ、あれさ、だったら痛いなと思った。本当に気をつけてください、公式でやたらにキャッチボールをするもんじゃない。ああ、マジで痛かった。マジで痛そうやったもん。うん、単行部になったよな。そう、でも本当にそうくんのせいだよ。あれ私よかったんだよ、最初の10球ぐらい。思ったよ俺も、あ、これ言わんけりゃよかったと思ったよ。ちょっと熱入ったよ。それまでだってまともにキャッチボールできてたやん。だから指導者としてのこう、指導者っていうかあれやろ、そうだっけ、指導したくなったんでしょ。そう、もっと上手くなってほしいという欲が出たんでしょ。欲が出た。あと見栄えもこっちの方がかっこいいし、それ妻にするのやめてもらえる。そうやけ、それはちょっとなミスったよな。妻はね、いいんですよ、下からで楽しくあなたとキャッチボールできれば。そうそう、楽しかったらいいんやけどな、うん、うまくしようとしてしまった。ガーン、そう、めっちゃ痛かった、あれはミスったな。うん、ほんとだよ。
私はもう軟式でしかやったことないですから。うん、柔らかいのでやろう。うん。取り方の指導羨ましいってきた。本当だ。もう1時間やってるよ。え、本当に何時までしましょうか。うん、ずっと固定して皆さん1万人ぐらいの方が見に来てくださってて。平日の夜やけんな今日は。そうね。うん。明日皆さん仕事ですよね。コメント読んでますよ。その野球の話を音声だけでいいから YouTube で流してほしいとか書いてくれてる人いるよ。え？あのさっきの野球の話を、うん、いやいや全然面白くもないですよ。ガチなトーンだから。え、なんであれさみたいな感じ。ガチ野球トークしてますからね。うん、オフの時でいいからまた夫婦でインスタライブやってほしいです。またいつか機会があれば。また機会があればやりたいですけど、あれ盾を出しましょう。もう一度ね。はい、はい、じゃああと45分までとかにする？質問を返していく。うんね、今日はこの賞をいただいたので記念で夫婦で初めてのインスタライブやっております。大丈夫？腕ほんと交代しようか。大丈夫、膝もしてる。ここに挟む、うん、それ以来キャッチボールやってないですか？やってないですね。その後妊娠と出産と育児があってリベンジする。うん、もうちょいしたらちょっと公式で。いや私ちょっとヘルメットかぶる。ちゃんと公式でやろうよ。ヘルメットじゃない、キャッチャーマスク。うん、うん、公式ね。でもしっかり、そうね、リベンジしよう。オフの時は練習しないんですかって来てますよ。オフの時は、もうちょっとしたらまた始めますね。どのように過ごされるのですかって。やっぱ気にな、皆さん気になってます。基本的には、技術練習というよりかは、あの体の体幹だったり、うんうん、筋トレだったり、そういう部分を練習、トレーニングするのが多いですかね。でもまずはちょっと今は疲労回復。いろいろみんな違うんじゃない、やり方が。そのやっぱさ、継続的にやっていきたい人と、うん、ちゃんと休みたい人ってあるんじゃないの、うん、あるね。ほんと人それぞれなんで、うん、僕はどっちかというとしっかり休んで一回体をゼロにして、うんうん、またもう一回頑張るっていうタイプでずっとプロ入ってからやってるんで、うん、待って、でも野球の話するんだったら私さ、もう最後抜けた方がいいんじゃない？なんとなく、なんか申し訳ない、野球ファンの皆様に。このアカウントで野球の話をするのもあれだから、ね、そうだね。そうね、まあ、今日野球の話はまたさ、あのやったらちゃんと、うん、あの改めてさ、またやろう、ね、質問に答えながらまた野球の話はやるわ。そうだね、うんうん、大分帰省したいですね。温泉入ってね。温泉行きたいな、うん、皆さんそうですよ、野球が気になりますから。コメント、うん、そうね。でもお子さんがいらっしゃる方はもう寝かしつけとかがそろそろ遅い方も終わる頃かしら。うん、ね、そんな時間ですね。うちはもう寝てるんですけどね。
いや、コーチも横にいてくださいとか言われるんだけど。コーチ。コーチ。メンタルコーチとか言うじゃん。メンタルコーチ。メンコーチ。高いよ、お金。そんな。高いよ。専属料。お願いしようかしら。アーカイブ残してくださいって言われるんですけど、ちょっと残さないかもしれません。一期一会ということで。恥ずかしいね、なんか保存して、うん、今のテンション感があるからさ。恥ずかしい。寝かしつけ終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様ですよ。あ、でも今ね、来た人とかもいるんだね。じゃあなんか何時間とか決めて残しますか、アーカイブ。うん、今寝かしつけをやって今来た方とかもいらっしゃるから。そっかそっか。でも何日も残すものでもないので。アーカイブってあれさ、1日じゃないの。あ、そっか。あ、そうなん、分からん。え、24時間じゃないの多分。そうなんだ。誰か教えてください。嫁の寝かしつけ終わりましたって。いいのいいの、優しい優しい。え、これってアーカイブって24時間じゃないんかな、うん、あ、違うんか、うん、それはストーリーか。だからとりあえずちょっと残してみて様子見やな。様子見しましょう。アーカイブはずっと消さない限り残りますって、うんうん、ね、期限決めますよ。ほら、1日とか。うちは旦那の寝かしつけ終わりましたよ。めっちゃおもろいんだけど。旦那さんの寝かしつけお疲れ様でした。あなたも寝かしつけてあげようか。お願いします。絵本読んで、うん、面白いね。面白い。ありがとうございます、みんな教えてくれて。いいとこやな。そうですね、うん、いや本当にいきなり今日みさみさすっぴんですか。おねねコーチすっぴんです。もう歯磨きをして寝るだけ。歯磨きして寝るだけやな。すいません。なんか本当は明日するって言ったのにね。うん、でもなんかもう今日授賞式行った勢いで、うん、もう今日や、今日じゃないってな、今日やろうっていう、うん、では食事の献立はどのように考えられてますか。同棲中の彼女がフルマラソンに出るために鍛えているので、食事の面で支えたいと思っています。素敵すぎる。素敵すぎる。頑張ってくださいね。え、出るマラソンっていう、フルマラソンね、すごいね。でもどうだろう、本当スポーツによってでも多分違うよね。全然違うじゃん。例えばさ、うん、あの格闘っていうか、あの格闘技の方だったら減量とか、うん、じゃないとか増やしたりとか。でも変わらない方がいいじゃない。確か多分マラソンの走るんだったら、そうあれじゃない、長くエネルギーになるものだからさ、うん、でも多分そういうのはさ調べられてて、献立をどう決めるかじゃ、多分栄養素とかは多分分かってるんじゃないの、うん、多分献立はどうやって決めてるかな。でも基本的にこう好きなものでやっぱりなるべく食べてほしいし、なんか苦手なものとかないけど、あんまりないよね、うん、ないけどなるべく本人がテンション上がってほしいから、うーん、好きなものにやっぱ偏りはしますかね。うん、答えになってない。こんだてね、でもなんかどこなんだろう、あんまりこうそれを彼女さんがすごく求めてるのであれば頑張った方がいいのかなとも思うんですけど、うちの場合はそんなになんかね、うん、
でも、うん、俺のリクエストとしてはさ、うん、いつも試合から帰った時はさ、うん、どんがいい、どんぶりがいいって言うやん。うんうんうん、なんかこう僕はこういっぱい品数がいっぱいあってこうちっちゃいお皿に 何皿もあってそれをこう発信目いっぱいあるとかってよりかはもうどんぶりで、うん、結構そっちの方が僕は量をしっかり食べれるタイプなんで、うんうん、そこはちょっとお願いして、うんうん、もうどんぶりにしてほしいって言ってそのどんぶりにいろいろ乗ってるみたいな感じでお願いして作ってもらってるかな。うん、確かにね、うん、だから献立もそんなにだからどんぶりが多いから、うん、なるべく一日で取れる栄養素とかはなるべく考えてはいるけどあんまりその完璧に狙いすぎてはないかも。ゆるくでもやっぱり量はちゃんとね、うん、お味噌汁と汁物があって、うん、まあ野菜があって、うん、お肉があって一、うん、日のどっかでやっぱお魚も食べてっていう、ね、あとプロテインとかさ、うん、サプリメントとかさそういう感じだよね。そうやな、うん、基本でも結構これがいいあれがいいとかは、うん、全部聞いてもらってるな。うん、そうですね。やっぱそのこっちから献立バーって考えて やるのもあれだけどうちは結構聞いてますねリクエストを。うん、うん、そんな感じやな。うん、あとはやっぱり今いろんな便利な料理のさのアプリとか本とかもあるので、で自分の味付けって飽きちゃうじゃないですか。だから結構そういうの見て新しい味付けに挑戦してみたりとかしますかね。うん、うん、ごめんなさい答えになってないかもしれないんですけどはい、な感じね、うん、もう終わっちゃいますね。そうね、45分になりますんで、うん、はい、風の音すごい風強い、びっくりした今。うん、うん、じゃあ今日の締めを。今日は夫婦で初めて仕事をしたってことで記念に。初めてじゃないよ。初めてじゃん、ああやって。あ、メディアの皆様の前に出るの初めてだったね。そう、あの雑誌とかさ、うん、そういうのもあったけど、登壇してだって囲み取材とかも初めてだったもんね。ちゃんとこう普段の囲み取材と全然違った村が違うとね、すごかったな。うん、いい思い出やな。そうだね、それで記念に夫婦でライブしてみました、うん、今日はちょっと記念ということで多分もう最初で最後かな、うん、なかなかきっかけがないとね、うん、こういうことはちょっとあとオフシーオフ、うん、っていうこともあるので本当にもうオフ限定で、ね、はい、はい、またあの個人的にはじゃあなんか野球の話とか個人的なやつはまたやります。お願いします。皆さんが待っていると思います。はい、では明日もお仕事頑張りましょう。寝て、はい、寝ましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。